海底飛下は、遠野本啓太監督による2021年4月23日公開の日本映画、R18 指定作品。監督である、遠野本啓太が在籍する大阪芸術大学の卒業制作として、制作。大名フィルムアワード2021位間近賞受賞。卒業制作展の学外上映企画の一本として2021年3月に、 劇場での上映が決まっていたが、その後、R 指定作品であることなどから映画館から上映できないとの話があり上映中止。上映機会を求め、出演者である河瀬洋太担当教授である映画監督の大森和樹、金田隆らが動き、上野大倉劇場での公開が決定した。監督の道の本は、実は大元にできた作品であることを明かしている。また、 同の本にとっての前作、濡れたカナリアたちでの反省、不完全燃焼の思いから一部キャラクターの役名を引き継いでいる。主演を務めるもゆるアクタも前作からの続投。川瀬陽太の出演は金田を経由して紹介してもらい、最初の時期談判では脚本にダメ出しを受けたものの、直し作業と並行して連絡を取り続け、 クランクイン1ヶ月前に出演依頼を受けてもらえたというタイトルの海底は麻雀用語が由来奈良県天下は村、道下は温泉周辺を舞台としており温泉旅館は道地にある旅館隅人で撮影されている父吉明からの性暴力に苦しむ元高校教諭の綾野はかつての教え子木村と再会温泉コンパニオンとして働きながらも交流を深めていた しかし同じコンパニオンとして働くリナにより父との常時を客にばらされ弱みを握られる。木村にも不自然な親子関係を知られてしまうが、木村はこれを受け入れ、綾野と温泉街からの逃避行を計画する。ありがとうございます。